こんにちは、速稼塾の久保です。現在時間が16時17分です。たった今私イグジットしたところなんですけども、ドル円の FX ですね、110円の方向に向かうためのレジストップラインを超えて、私言いましたよね、109円のいくらだったかな、忘れちゃいましたけども、エントリーポイントを今日お話ししましたよね。いくらだったか忘れました、すいませんとにかくレジストップラインを超えて次の切り場の時にバイでエントリーというふうにお話ししたのが今朝だったんですけども、いかがだったでしょうか。あれから6時にぐらいにお話したと思いますんで、現在ね、あれから10本ぐらいこうチャートが伸びてローソク足が積み重なったと思いますけども、おかげさまで垂直トレンド急騰した大きな陽線が出ましたね。あれが伸びきったところで私はイグジットしました、たった今です。はい、今日はちょっとだけですけどね、2万数千円の利確でございます。まあ、今までもちょっとね、もうバイで取るって言ったらもうバイでしか、エントリーもエグジットもなかったんで、改めて今日これだけ勝ちましたっていうこともないんですけども、たまには、でもまあおかげさまで、今日は視聴者さんから利確の報告何件かいただきまして、まあ、皆さん欲が浅いなというところです。もう一歩踏み込まないといけないんじゃないかなと思いますけども、何を隠そう私もエグジットしましたんでね人のことは言えないなと思います。やっぱりこう買われすぎかなと思うんですね。久しぶりに110円台に乗ったっていうふうに日経ニュースにも飛び込んできましたんで、それを見て私は逆にね、ちょっとこうおじけづいたって感じですよね。だからニュースにならなければまだまだ上がってたんですよ。いちいちニュースにするから利確する人がね出ますんで、買いの勢い落ちちゃうんですよ、今までの例から言って。でそのニュースを聞いて私もイグジットした方の一部なんで、これねニュースにならなかったらまだまだ伸ばせていたんじゃないかなと思うんですよ。というのが、エントリーしてほったらかしの人はニュースがなければね、チャート見ないんですよ。ほったらかしで、例えば20時とか23時になってね、伸びてたな、ここで決済しようかってことになるのが私のシナリオだったんですけども、無理ですね。今は陽線が、一方的な陽線が陰線に向かっているところでございます。はい、じゃあちょっとチャートの方を見てみましょうか。3、2、1、これです。はい、レジサブラインを超えて移動平均線がぐーっと上の方に上がってくるのと同時に、順調に大きな下髭の陽線を出して、110円の165を突破しましたよね。と同時に上髭を出して今陰線を形成中なんですよ。だからね、ニュースが出るとこれが起きるんですよね。まあジンクスですね、迷信みたいなもんです。まあでもよかった、今日は利確で離脱でございます。はい、皆さんいかがだったでしょうか。今日はほとんどの方が勝ったんじゃないですか。それではまた明日お会いしましょう。